欧週刊受験生の皆さん、こんにちは。欧週刊の塾長の飯塚です。欧週刊受験生から寄せられた120の質問、今日はですね、欧週刊作文を書いていく上で時間制限が足りなくなってしまうと、時間が足りなくなってしまう、これについてどうしたらいいのかっていうことをね、お話ししたいと思います。人はね、やっぱり時間を決めないとね、時間をだらだら過ごしてしまう。時間制限があってこそね、初めて人はタイムを短くすることができる。そして一旦時間を測ったからこそ、またさらに短くしていくことができるっていうことなので、必ず作文書くときに時間制限を必ず設定してください。で、まあ、もちろん45分ですね、作文だったら。で、できるだけ細かく時間設定をしてほしいんですね。そうするとどの部分で時間が足りなくなったのかなってことが分かります。まあ、欧週刊の作文だったら45分ですけれども、まず最初に問題文読んでください。最近だと2つの文章だったりしますよね。以前であれば1枚絵とか1枚の詩とかだったんですけれども、3分、まあ最近だと下手すると5分かなという感じですね。で、下書きを書く、構成用紙ですね。下書きを書かなければですね、地図がなくて旅をするようなもんですから、下書きを書く時間、これはまあ3分ぐらいかなと。そして記述式が最近ありますね。100文字、140文字とか、まあ合わせて200文字程度のですね、記述式がある。まあここをまとめていかないといけませんね。キーワードを拾ってきて。これが大体2問で14分ぐらいかかるんじゃないかなと。そして1234っていうところは5分5分、第3段落最大の読ませどころ、起承転結に当たるところですけれどもね、8分、そして最後5分っていうね、こういうふうになって、最後見直し、誤字脱字、おかしいところがないかなっていうところ、ねじれがないかなとかね、まあ、ねじれがないかな、文章を読みながらやっていくんでしょうけれども、最後誤字脱字を2分っていう感じで、合計45分です。で、どこの部分で時間が足りないのかなと。通常考えて手前の方からまず時間がなくなってきますよね。手前に時間がかかって後ろだけ早いっていう人はあまりいないと思います。だからどの部分に時間制限が足りなくなっているのか、これは漠然とただ単に時間が足りないというのではなくて、必ず時間制限を設定して、できるだけそこからタイムを短くしていくっていうね、勉強方法を取り入れていってください。